吉田さん、見えてないところの努力、大事ですよね。まあ、努力も楽しみながらできるようになると、一流なような気がします。あの、私ね、今ね、FX の教材が、再販売が起きてるんですよ。え毎日、FX の相場解説をしてるんですけども、その相場解説の中に、去年販売した FX の基礎講座、プラス、中級編。 こういうのがありますんで、よろしかったらお問い合わせくださいねっていうふうに言いながら相場解説終わるようにしてるんですよ。まあ、そうすると相場解説ご覧になってる方で、去年買わなかった方、もしくは最近私の速可塾の FX の相場解説あのご覧になってる方があの、お問い合わせくださるんですよね。で、私の場合はその昨年のコンテンツ、まあデジタルコンテンツですから、 今からでも全然販売できるんですよ腐ってるわけでもないですし FX につきましては5年前の理論でも5年後の理論でも同じなんですよねで本当に攻略するためのポイントってずっと決まってて変わらないですからだからずっと売れるんですよねそれこそアフィリエイトのコンテンツって10年前のアフィリエイトコンテンツが今売れるかって言ったら多分売れないと思うんですよねもう完全にアルゴリズムも変わっちゃってますし何に対してアフィリエイトを仕掛けるかによっても全然当時なんてあれですよ インスタグラムとかはなかったわけでしょ。せいぜいツイッターとかブログぐらいだと思いますんで、全然変わってくると思いますよね。だから、旬のものっていうのは、ある意味、毎回作らないといけないんですけども、一回作ったら、ある程度ね、半永久的かどうかわかんないですけども、10年単位で売れ続けるものって、なんかこうやって理論理屈が変わらない FX みたいなもんだなと思って、私はね、FX 使って作ってね、良かったなと思いますよね。で、去年、販売して、 2021年の1月とか2月からスタートして8月ぐらいまでずーっとやってたんですけどね要するに半年ぐらいのロングランだったんですよサポートがねまあコンテンツの更新を半年間やってきてサポートも受けてますよって形なんですけどもこれがねまた今年販売できていてでまた来年からスタートするんだけども今度はコンテンツ作らなくていいわけですよ メールマガジン形式で届けてますんでメールマガジンに登録を新しい方をポンとするだけでねあと自動的にコンテンツが、まあ、日々送られていってその中で起きた疑問に対して私がサポートの返信をするっていうだけでいいんで作業量は圧倒的に減りますよねでも作業量は減るんだけども売り上げはずっと続くみたいなだから無料コンテンツ有料コンテンツいろいろありますけどもコンテンツビジネス最強だなと思いますでこのコンテンテツビジネスっていうのは 多分誰でもでもきますからねそれこそ犬小屋を作るところをコンコンコンって犬小屋を作るところをね動画で撮って販売っていうのもありえると思いますしそのタロット占いのやることとかコツとかを販売っていうのもありえると思いますしねあの iPhone の分解から組み立てまでをやったりとかそういうサポートもあると思うんですよね本当に自分の好きなこと得意なことを全部商売にできる時代だなと思いましたもうこれねタブーなしでできるんじゃないかなと思うんですよね うん、全部できるんじゃなないいかと思ますねいやすごい話だなと思いますよ。ということで今日は、まあ、そんな話ですね。コンテンテツビジネス最強だからコンテンツやっていきましょう何 <laughs> だろうな,なんかまとまらない終わり方になっちゃいましたけどいってらっしゃい。